なるほどね。まあ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 。ナビゲーションに従って。視点怖っ。どっから出んの、まずどっから出んの。ちょ。一回ちょっとバックで切り返して。あー、ちょ。あれ視点が戻らへんやが。あれちょっとね。あ、思った。あ、怖い。この視点めっちゃ怖い。ちょっとね、車体の幅がさ、どんなもんなんかがわからんから。じゃ、わかった。マウスクリックはあかんわ、これ。マウスクリック使うと、なんか、ハンドル効かなくなる。いや、おかしい。ちょ、もう一回やり直し、侵入から。一回止めて、で、こうか。ハンドルはマウスで、で右クリックして覗き込むと、ダメなんや。怖い。ちょっと。あ、じゃあ、マウス動かさない。あかんのか。マウスでハンドル切るんがめっちゃ怖い。ちょっと、もうちょっと膨らまへんと多分ぶつける。あ、絶対ぶつけるよね、これね。おい、ちょ、お前からぶつかってくんなよ。ちょ、めっちゃ操作難しいんやけど。一回下がって、で、全身、なんで詰めてくるの？そっか。左側通行じゃないんや。そうや。そうや。あ、ぶつかってるな。そうや。いや、僕ほら、日本の免許しか持ってないから。あー、怖い。初めての路上より怖いんやけど。あ、しゃしゃ。なんか分かってきた。そうや。右側通行か。そうや。そうやんな。ハンドルの位置。じゃ、もうちょっと大きくやな。なんかまだ、この白の、じゃ、ハンドル動作がね、思いのほか難しくて。いや、まだ捕まってないから、バレへんかったら、違反じゃないって聞いたんで、いや、操作がそもそも難しい。え、なに、こんないっぱい、ちょっと。あ、リバプールがあれか、左側通行？あ、これロータリーってやつや、知ってるぞ。もう徐行運転やねんけど。ああ、そうやんな。ちょっとな。え、ちょ、なんか引っかかってんねんけど。なや、バグか？いや、大丈夫っすって。まだ大丈夫、まだ大丈夫。あ、いいけど、ほら。違うか？何が引っかかってんの？ちょっとな。どうしたらいいん？え、どうしたらいいんやろ？踏んだか？バックがそもそも難しい。俺さ、こんなん運転できる人いんの？あ、なんか、だって、あ、ちょっと、一回ハンドルを戻しの、ちょっと、ちゃうな。これなんか違うな。一回これまっすぐなってる？もう一周か？これでまっすぐか？違うっぽいな。じゃあこれね、僕は運転下手なんもあるけど、操作が独特なんですよ。よし。あーし。あ、怖い。ちょっと待って、一回ちょっとあれやね。違うな。あ、アシスタント、これか。あー、これやな。
あ、お待たせしました。今からね、じゃあね、早速配達していこうかなと思うんですけど、野良猫、もうコメント見る余裕全くなかった。ごめんなさいね。これってさ、右側やな。もうちょっとこう、結構あれか、ぐるっと。よし、行けたぞ。景色見ながらドライブしようと思ったんですけど、そんな余裕一切ないですね。これ横断歩道とか信号あるな。エンジンブレーキみたいなのないの？はあ、マジえ、こんなんみんな普段運転してるんですか？いや、まあこれはトラックやからさ、ちょっと難しいっていうのはあるかもしれんけど、みんなこんなん当たり前に運転してるんですかね。僕もう免許いらない車乗りたくない。そうなんや、ハンドル切りすぎ。あ、そう、ミラノ、そうそう、僕ジャパンのゴールド免許なんでね、やっぱあれですね、あの黄金の国ジパングのゴールド免許、やっぱり海のそね、向こうでは こっちか、右やな。いや、こんな怖い思いするんだったら免許いらないですね。日本はね、僕はあの、まあ、バーチャル京都からバーチャルなんでやねんに来たから、あの、京都から大阪ら辺をね、運転しようかなと、思います。法定速度80キロ。そうです。80キロ走ったら確実に僕、死ぬ自信があるんですよ。これ、道の真ん中走ってるかな？どっちがやるべき？あの、なんか、だいぶ、ほら、これなんかね、湧き水する余裕も、ちょっと出て、あ、違うね。あ、ちょっと待って。じゃあ、ハンドルおかしいやん。いや、今、ね、横向いたらハンドル切った状態で、これか？手数料。あ、雇用主が負担するんや。いや、違うんですよ。あの、右クリックして、マウス動かすと、なんか視点をコーナーに。あ、またこっからか。よし、じゃあちょっともう一回ね、始めっからね。トラックや、修理、サービス。トラックダメージ。めっちゃお金取られる。いや、ゴールド免許はまだ大丈夫です。まだ警察に捕まってないんで、あの、民間のサービスなんで、あの、あれですね、不問。もう昨日のホラー業よりよっぽどこっちの方が怖いですね。あれ？ルートアドバイザーを。あ、こうやね。あれ、なんか違うとこに飛ばされてる。お、嫌がらせか、これ。こっちが運転下手くせや思って、お前違うところに。あー、オッケー。こういうことね。みんな脇見運転したらあかんで、こんなことになるで。おい。またかよ。あー、なんか、車両損壊違反。まだゴールド。まだ僕のゴールドは、維持されてますよ。大きく曲がる。大きく曲がる。あ、信号やね。信号があるね。なんでこんなとこに信号用意するんや。これ絶対道塞いでるわ。ちょっと出て。大丈夫。まだ大丈夫。いや、大丈夫です。まだ大丈夫。まだ助かる。まだガスかとか言ってる暇がないぐらいには余裕がないですね。いや、マジであの、真剣にドライブするつもりで今日もやってるんで、あの、取れたかとかそんなんどうでもいいんですよ。よし。やっとね、これで、あの、乗りましたね。あの、軌道に。ちょっと怖いから、この、はみ出してんな。トラック運転手、ちなみに僕のね、あの、父親がですね、長距離のトラックの運転手昔やってまして、で、子供の時にね、信号無視じゃないですよね。
あ、待ったや。いや、こ。嘘でしょ。これ。ちょっと僕、あの、さっき言っときますけど、マジで真剣にやってるんで、コメント読んでへんの見てもらったら分かると思うんですけど、決して僕なんかに、なめっぷしてるわけじゃないんですよ。いや、本当は早く運転を習得して、みんなと、なんか、あ、これがミラノの景色なんや、みたいな感じで、やりたかったのに、そう、まだ大丈夫ですね。もうこの道は覚えた。この道は覚えたよ。このように配信者にある、もうこっち側から行こう。こっち側から行こう。こんなのに、急カーブ曲がるやつの気がしれん。それがそもそも間違ってるんやな。で、視界が狭すぎるんやけど、もっとなんかこう視線をさ、こう、何、こう左右に、今ならいけるな。今見てるな。今やったらいける。こういう動きをしながら、じゃ、視線、あ、おっしゃ、まっすぐ戻して、オッケー。よーし。あー、難しいな。で、これもちょっとぐるっと回って、ちょっと大きめに行ってから曲がると。はい、完璧。ふぅ。ふぅ。これ見て、皆さんめっちゃいい天気ですよ、今日。で、こういうような景色もね、本来こう楽しめるゲームらしいんで、今僕はもうそれどころじゃないんですけど。信号はだから。よし、よし、来た。で、こうぐーるっといいキーの、このぐらいからハンドル切れば、あれ?車両損壊違反。何を言うとるんや?法定速度はプラス3キロまでだった。それは何ですか?法律上ってことですか?それともなんか何こう、その倫理観的な話ですか?あ、でもなんか、怖い。やっと見るだけで怖い。なんか、いい景色ですよねっていうコメントできひんかった。海外の道路広くて、そうですね。僕事故の、車載動画の、なんか、事故の車載動画?これこっちで合ってんの?じゃあこっちやな。嘘でしょ。あかん、これあかん。ジュゲーム来て。よっせなんでこんなぐにゃぐにゃしてんや、この道。よっ出た。よし。よし、今のところ無事故で出れましたよ。接触はしてない。あ、もうちょっとやめて。よし。いいぞ、行っていいぞ。何、一車線、じゃあ二車線か。二車線道路あれ、一車線。二車線道路か。速度出えへんな、全然。うわー、これあれやん。勢いで合流せなあかんやつやん。あ、ま、あ、違う!これは!ちゃうで、今のは違うで。はちょっと、わ、この、よそ見っていうか、その何、見る余裕がない。この先どうなってんのかなって、この、何、これする余裕がないよな。まあまあ、でもほら、まだ、逆走まで行ってないからね。逆走未遂なんで。ちょっと真ん中走ろう。安全な真ん中散るわ。これどっちや?どっちや?左か?左やな?左行くぞ。嫌な音。僕、車最後に乗ったのってね、6年ぐらい前に、弟の車を駐車場から玄関前まで運転した200メートルぐらいが最後なんで、ハンドルフラフラしてるの、なんか、あかんのは分かってるんですよ。僕も一応、これでも、ね、ゴールド免許なんで、もうこれでもっていうかもう、何も自信なかったきてるんですけど、なんかハンドルをこう、むやみやたらに切るのは良くないっていう。あ、なんか端切れやな
もう感情がせわしない。うわー、橋きれい、怖い、運転しなきゃ、ハンドルがどうたら、トークしなきゃみたいな感じで、すごいなんかね、タスクがいっぱいいっぱいなんですけど、あれなんやろ。あー、違うね。よし。この右クリックがマジで難しいんやが。折り返せ。キューブエッグ踏んでおります。やってやりますか。危ない。まあでも今のは判定的にセーフなんで。車とかもやっぱあれなんかな、その地域ごとの車なんかな。いや、みんなドライブやからもっと楽しんでも、あ、事故ってる。へいへい、どうした、事故ってんのか。まだまだあれやな、ちょ、免許返納した方がええぞ。こんな何、まっすぐしかない道路で事故るとかちょっと向いてないよ、運転。せめてこうカーブとか何、そういうのがあって初めて事故るべきやと僕は思うね。どの口が全くもっておっしゃる通り、ほんまね、どの口がもの言うてんねんって話ですよね。それはそう。